はい、皆様、こんばんは。6月9日、水曜日のボギーチャンネル、私、サイのボギー、テドコンでございます。今日も暑かったですね。皆さん、本当に沖縄も、この蒸し暑いというか、もうね、雨が降ったり、晴れたり、曇ったりということで、まさに晴れ、時々曇り、後にわか雨という、天気予報がぴったりの、天気でございました。まあ、今日は昼間はね、30度ぐらいまで上がりまして、本当にもう夏だなっていうような感じがいたしております。さて、これは私が見ました。はい、空に浮かぶ、雲なんですけどね。まあこういうふうにまっすぐに立ち上ってる雲を沖縄の新聞がミサイルかロケットかって大騒ぎしたのはつい最近のことでありまして、本当にね、坊主憎けりゃ今朝まで憎いという感じでございまして、もうとにかく反基地、ね、反米に凝り固まると何でもかんでもそういった類のもんに見えてしまうかなと思うと本当に情けないですよね。はい、ホルスタインさん、最近は20度超えが続きますということで、なんか北海道明日は30度ぐらいになるらしいんですけど、いやーもう30度ったらさすがに暑いですよね。はい、それとニラありがとうございます。あ、カマメさんからも島らっきょうスムージーでございます。はい、いただきます。コシさん、カルガモさん、中佐こんばんわんこでございます。はい、コウスケさん、ハラホロヒデアさん、ラプテンさんもお見えでございますね。はい、サメ肌さんからは島らっきょうスムージーでございます。江戸前あさり小僧さんからはニラ、コウスケさんからはいつもの島らっきょうスムージーで、カルガモさんからはニラ茶でいただきます。はい、それからハツさんも、毎度毎度いつもニラのねプレゼントありがとうございます。やっぱりニラですよね。ニラですよ。はい、それから新玉さんからはニラの束でございます。どっさりと届きました。もうざく切りにしてね、そうですね、もつ鍋にでも入れてみたいななんてね思っております。まあもつ鍋、私九州で食べた時にはこんなに美味しいものがあるのかと思って大感激して、自分で家で作ってみたら全然美味しくないというやっぱりね。はい、カルガモさんから、はい、天気予報士、普通に飛行機雲ですということでございましてね。まあ、飛行機のないね、はい、江戸時代などにこういった雲ができれば、そりゃ竜が出たとか言うかもしれないんですけど、まあ、現代のね、まあ、なんとかタイムスさんとか、なんとか新報になると、こういったのがやはり、大陸間弾道ミサイルのね、噴射した煙に見えるのかななんてね、私は思っております。はい、これきよ、あっとすめらぎやさかさん、こんばんはんこでございます。はい、チャンネルボギーさんからお知らせでございます。今日のね、また放送があるということでございまして、ぜひ、チャンネル登録のお願いしたいと思います。今日はね、23時から、プレミア公開ということでございまして、リンクの方をまた踏んでいただければ見れるかと思います。そうですね、新玉さん、眼科または精神科へっていうことなんですけど、まあ、沖さよの方々ってね、やっぱり、ね、眼科に行くべきじゃないかというのが、私のね、今日感じたことでございます。さて、何を見てそう思ったかと言いますと、今日ね、沖縄タイムスさんちょっと読んでいたんですよ。そうするとね、こういった話が出ていました。杉田水脈議員に一言、佐久間美佐子さんということで69歳、いやぴったりでございますね。以前沖縄の新聞が、この警察に逮捕されても生活に影響のない65から70の方々を募集し行動に打って出ると言ってましたけど、まさにその募集年齢にドンピシャの方でございます、佐久間美佐子さん。まあこれについてはね、土地規制法案衆議院追加の記事に不甲斐ない思いをしているというふうに始まったんですけど、それについて杉田水脈先生にね、ケチをつけております。さて、そのケチの部分ね、私あのちょっと、はい、大きくちょっとやってみたんで、皆さんと見ながらねゲラゲラ笑いたいと思いますけど、さてこれ
辺野古の座り込みにできる限り行くようにしている私、その座り込みによる渋滞や緊急車両の通行妨害に一度もお目にかかったことはないということでございます。もう一回言いますよ。その座り込みによる渋滞やね、緊急車両の通行妨害に一度もお目にかかったことがない。いやー、素晴らしいですね。そうですね、新玉さん、そうだと思いますよ。また、なんか都合の悪いものは自動的に見えなくなるシャッターでもついてるんじゃないかと私思うんですけど、辺野古ですよ、皆さん。辺野古。まあ皆さんご存知の通り、辺野古というとね、いろいろ、はい。皆さんも動画とか写真でご覧になってると思いますけど、とにかくね、そこに行きますとこういった人たちが湧いております。はい。これはもうね、湧いてるとしか言いようがありません。よくね、毎日こんなことして生活が成り立つなというふうに思うんですが、このように片側一車線の道路をね、塞いだら、ね、どうなるか、わかりますよね、皆さん。片側一車線の道路を塞いだら、車っていうのは空を飛ぶんですか？トラックだけね、止めて、他の車空中飛んでるんかななんて。そうですね。はい、ボギー中佐、ボーフラですか、フラーですかということで、いや、違います。フリムンでございます。プラス、ハジチラとも言います。しかし、毎日ね、できる限り、座り込みに行ってる人が、こういった行動をね、見ていないのかというふうに思いますけど、こういったことをやるとね、本当に大変なことにやっぱりなっちゃうわけ。なんですよ。さて、これもそれなんですけど、まあ、この方もこういうふうに辺野古に行ってわら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 やってるんでしょ？まあ、若いのは全くいないですよね。どう見ても、警察に逮捕されても生活に影響のない65から75ぴったりでございますよ。ね。はい、カモメさん。新幹線の線路に無断で立ち入ったら、高確率で逮捕案件と。いや、沖縄も同じようにすりゃいいんですよ。カータンさん、座り込んでるから見えないということでございまして、ラプテンさんからは、井上和彦、病院へ行けということでございますね。いやー、しかし毎日こんなことやっててね、道が混んでるの見えない。さて、本当に道混んでるのかっていうと、こんな感じ。はい。この人たちが、ね、このミキサー車とかトラック止めるもんですから、片側一車線の道路、ここで踏ん詰まると後ろまで延々とつながるんですよ。そのね、距離は最長2キロ以上渋滞します。そしてこの辺野古の329は抜け道がありません。抜け道がないんです。ですからもう U ターンをして、名護のね、市街に戻るか、もしくは、東村のね、方に抜け出て、大きく遠回りをして、58号線から迂回するかということなんですけど、そうですよ、カータンさん。これって、何に見えます？皆さん。これ。どう見ても渋滞ですよ。ね。はい、これ前の方は確かにトラックが止まってますけど、その後方には一般車両もやっぱり巻き込まれているわけですよ。まあトラックにしろ、ミキサー車にしろ、一般車両にしろ、こういうふうに数珠つなぎになることは普通渋滞と言います。渋滞。ところがね、あのね、まあお姉さんにはこれが渋滞に見えないということでございまして、はい、渋滞に一度もお目にかかったことがないと。はい、どう思います皆さんね。辺野古の座り込みにできる限り行くようにしてると。はい、お姉さんでございます。新玉さん、沖縄ではね、女性はもういくつになっても姉さんなんですよ、ね、知らない女性、特に年配の方に声かけるときには、敬意を込めて、姉さんって呼ぶんですよ。姉さん。はい。ちょっとお姉さんになるとね、実施さん。ちょっとお姉さんになると、ちょっと意味合いが違ってきたりするんですけど、はい。姉さんと言います。親しみを込めてね。はい。
姉さん、うれちゃっさがと。はい。姉さん、うれちゃっさがと言うと、お姉さん、これいくらなのっていう風になるんですよね。はい。これとつけないと大変なことを言います。姉さん、ちゃっさがになると、これまた別の意味になって、しこたま怒られますんで。はい。絶対に言ってはいけません。はい。姉さん、うりちゃっさがと、うり。うりといえば、ね、これっていう意味なんですけど、姉さん、うりちゃっさがというと、姉さん、これいくらなのっていうふうに、商品の代金を聞くことになりますけど、これが、うりを抜かして、姉さん、ちゃっさがというと、完全にアウトでございますよ、皆さん。この前、大問題になった、立憲のね、はい、あの方に近いような話になってしまうんで、皆さん、決して沖縄に来て女性に、姉さん、ちゃっさがと言ってはいけません。絶対にこれは、ダメでございます。まあ、フリーマーケットなどでね、商品を指さして、姉さん、売りちゃっさがって言ったら、あいな、あんた、ヤマトから来たのに、うちな、愚痴上手だね、って褒められて思いっきり負けてくれる可能性ありますけど、顔を見てね、瞳をまっすぐ見て、姉さん、ちゃっさがって言ったら、もう、アウです。アウ、アウ、アウでございますんで。そうですよ、改めさん、ピッピキピーですからね。ダメですよ。こういうね、沖縄方言の使い方はいけないので、やっちゃいけない例としてね、皆さんに、告知しておきます。はい、カルカムさん、チャッサガです。キャッサバではございません。チャッサガ。はい。いくらなのっていう意味になります。ホルスタインさん。また、沖縄来た時に、ね、道歩いてる、14歳の女子中学生なんかに言わないでくださいよ。はい。あんなことやるのはもう立憲のね、国会議員だけで十分なんでね。はい。さて、ボギー中佐、少佐と飯を食いに行くと県民料金ということでございましてね。はい。あんちゃんですか。ちょっとね、バラ族とか BL 系統については、私だけではなく、やっぱり HK 仮面さんにね、はい、ちょっと聞いていただきたいなと思います。HK 仮面さん。はい、彼は合言葉とかいろいろ知ってるようですしね、HK 仮面さん、沖縄裏掲示板っていうところに出没してるという噂もありますんで、沖縄裏掲示板、皆さん検索しないでくださいよ。はい。沖縄裏掲示板なんて検索しちゃいけないので。実施さん。ひえーということでございますが、私もひえーでございます。あんなところにね、尋ね人とかで、書かれたらたまったもんじゃないですからね。塩サバさん。そんな掲示板があるのかということでございますが、あるんですよ。はい。あるんです。ダメですよ。アクセスしたら。はい。あくまでも、ね、ネタとして私言ってるだけで、そこ行きなさいと絶対に言ってませんのでね。はい。目玉焼きさん、それらしき店は三重橋で見つけたことがあるという。はい。たまたまという店ですか。非常に来てますね。はい。ちなみに、たまたま、沖縄の方言で、クーガと言います。クーガ。カルガモさん、すぐググったんですか？いやー、本当にたまらないですね。はい。まあ、私の番組でこういった話をするのは滅多にないんですが、ただ皆様が、ね、チャイナウイルス沈静化した後に沖縄に来た時にね、変なところに入り込まないように、変に誤解されないように、ちょっとね、前もって、レクチャーしてるだけでございます。実施さん。やめなさい。ググらないでと。はい。いや、塩サバさんも非常によろしくないですね。はい。ダメですよ、それ書いたら。さて、このように、私たちには見えるものが、まあ、彼らに、まあ、彼女たちには見えないということでございます。見えない。見えないんです。どうですか、皆さん。これ、渋滞ですよね。どう見ても渋滞としか言わないと思うんですが、まあ、彼らにね、彼女たちにしてみたら、これは渋滞ではないと。ね、
渋滞ではなくて、ミキサー車がね、連なってるだけだと。ね。ミキサー車が悪いんだと。そういうふうに言うんですよね。いや、しかしね、ツッチーさんおっしゃる通り、都合のいい視野狭窄であってね、本当に視野が、ね、何度ぐらいになるんですかね。目の前にいる人の顔ぐらいしか見えないぐらいに狭まってしまうのかな、なんて思います。まあ、こういった渋滞はタイムス新報も報道してるはずなんですけど、それすら見えない。いや、おかしく、ね、なってしまいますね。それと、彼女、こういったこともまた続けて、言っています。ちょっとびっくりなんですけどね。はい。どうぞ一度は辺野古に足を運ばれてはどうですかと。はい。自分の目で耳で確かめに来てほしい。どうぞ一度、辺野古に足を運ばれてはどうですかと。いや、杉田水脈先生がね、辺野古に来たこともやっぱり知らないんですよね。はい。さて、新玉さん。言ったら囲むということで、まさにその通りでございますよ。はい。ボギー中さん、何度も取り囲まれに行ってますよということでございます。ホルスタインさん、また確かめに行こうかなということで。次ね、ホルスタインさん行くときは、ぜひ、県民広場から辺野古行きのバスに乗った方がいいです。その時に首にかけてくれるパスが、彼らがね、仲間として、気を許す一つのサインになりますんでね。はい。ミョウ先生言ってます、カータンさん。その通り。前に言ってるんですよ。凱旋までかましていますよ。ね、そういったのもやっぱり知らないっていうか、やっぱ情報弱者というか、こんなもんですか。ね。でもね、皆さん、今日こちら、はい、あちら系の方、新聞の方も見てますけど、次、沖縄来た時にね、ちょっとスリリングなやっぱり体験したい時には、県民広場前から出ている島ぐるみ会議の辺野古行きバスに乗ったらいいと思います。それはもう乗ったら最後ですね、中で、立ち上がろうっていう曲とか、座り込めという曲とか、はい。もうそういった HK さんが大好きな曲の合唱をね、もう本当に遠足の、小学生のような感じで合唱させられますからね。ちゃんとはい、歌詞カードも回ってきます。そして歌詞カードとね、ちょっと後に回ってくるのが、今度は何が皆さん回ってくると思います?バスの中で。まずはバスの中でパンフレット、歌詞カードが回ってきて、みんなで歌います。はい。座り込め、ここへ、っていうことでね、ここへ座り込めって歌った後に、今度は、今こそ立ち上がろうって言うんですよね。一体どっちなんだと。お前ら座り込みたいのか、それとも立ち上がりたいのかなんて思うんですが、はい、まさに箱でございます。新玉さん、ホルスタインさん、カータンさん。箱です。ね。箱。皆さん、ちょっとニラ持ってたらお願いしますっていう、ニラ箱が回ってきます。ニラでございますよ。はい。お金じゃございません。ニラですよ、ニラ。ニラ。ね。我々とはやっぱり違う世界なんでね。ニラですよ。ね。もし、ニラ少し分けてくれるんだったら、嬉しいなーって言って、ニラがね、入る箱が回ってくるということでございましてね。いやー、でも本当にね、こういった人たちが集まるところ、本当に排他的で、杉田水脈先生どころか私が言っただけで、お前が来るとこじゃないって言って取り囲まれて突き飛ばされましたからね。いや、本当にひどいもんでございますよ。ね。この人たち、本当に来たら、異物が来たらみんなでね、白血球みたいに集まってきて攻撃しますからね。話聞こうっていうことしません。また一対一でやろうっていうことも絶対にしません。私が一人で行ってもね、10名、15名ぐらいで取り囲んできます。ここがね、一人で行けば行くほど取り囲む人間は多いんです。こっちが大勢で行くと知らんぷりしています。はい。ところが一人で行ったらいっぱい集まってくるんですよね。はい。塩サバさん、多様性、とんでもございませんよ。はい。ツッチーさん、排他的、その通りでございます。
いや、本当に困ったもんでございますよね。はい、塩サバさん、バスチン。また最近取ってると思うんですけど、足らないみたいですよ。ですから、ニラ箱。はい。はい、ニラ箱ですよ。ニラ箱が回ってくるということでございましたね。はい。そうですね、ネムッチーさん。バスに乗って、募金箱を、いや、募金箱じゃ、ニラ箱が回ってきたときに、ニラ、ね、差し込んだら、お前は、デドコンのスパイだろうっつって、バスの中で取り囲まれるっていうか、途中でね、降ろされる可能性が出てくるわけなんですよね。はい。これね、塩サバさん、バスチンと言いません。あくまでも、寒波でございますから、はい。バスチンではないんですよ。寒波なんですよ。寒波。はい、寒波。お金取ると、はい。道路運送業法に触れる、旅客運送業法にも触れます。はい。認可取ってないですからね。いわゆる白タク行為になっちゃいますんでね。そうですね、森の都さん、そういう意味もありますね。はい。ラプテンさん、みんな大好き、カンパーということで、そういえば、カンパーが大好きなヒゲ面のあの男は最近見えないですよね。はい。カータンさん、旅客運送法でニラしか回収できません。島ぐるみ警告の札出されていますっていうことで、そうですよ。警告出されてますからね。だから、運賃としてはいただきません。あくまでも、ね、運動へのカンパということでございまして、まあ、我々から見ると、お金ではなくて、ニラにしか見えないと。ニラですよ、みんな。ね。ニラ。ネムチーさん、ニラですからね。お金ではございません。ニラですから。はい。もう本当にみんなでね、沖縄の活動家お金もらってるんですかと、いいえ。ニラです。ニラということでね。どんどん行っちゃってくださいね。やっぱりニラですから。はい、ということで。まあ、彼らは本当に取り囲むのが大好きです。カデナの第一ゲートでも、ボギー中佐がね、一人で、テコテコ歩いていったらもう数名の活動家に取り囲まれて罵詈雑言、撮影されたい放題されたのはね、本当に、はい、何年前かな。3年ぐらい前かな、もう3年ぐらいになると思いますけど、そういったことがね、また、チャイナウイルスが収まったら、また楽しもうかな、なんて思っております。さて、楽しめないお話をね、今日は、させていただきます。はい、南の島は無保険者がいっぱいということでございます。さて何の意味でしょうか。はい、南の島は無保険者がいっぱい。さて資料をお見せしたいと思います。はい、実はこの資料何かと言いますと、いわゆる対人保険、任意保険の対人保険を入れている割合のね、ランキングなんですけど、これちょっと小さいんで拡大してみます。はい。日本は47都道府県ありますが、その中でダントツ低いところが、なんと、沖縄県。これ2020年度自動車保険の概況で、出た数字でございまして、なんと、対人保険。ね、自賠責ではございません。自賠責は車検のたんびに強制的に入りますんで、いわゆる任意保険のうちの対人保険ですね。その入ってる割合がなんと 54.192。そう、森の都さん、本当にお恥ずかしい。54.192 ですよ、皆さん。いやー、これってね、ひどすぎます。三月さん、自賠責だけでは、対物ね、対人しか払えませんね、っていうことでね。はい。対人は払えても、限度があります。それと、対物は入ってはおりません。はい。ですからね、これ、いわゆる任意保険の加入割合、その対人分は、沖縄県は堂々の47位で、
54.192、はい、54.192 ということでございます。さて、大仏はどうなってるのかなというふうに思うんですが、これが大仏の一覧表なんですけれど、さて、沖縄、拡大します。これでございます。はい。沖縄 54.257 ということでございまして、いやはや、まあ、ね、大人大仏はだいたいセットなんで、それが、なんと、5割弱しか入っていないということでございます。まあ、私の場合は車もね、バイクもみんな日本保険入れてますけど、ね、金があるから保険入れてるんじゃないんですよ。金がないからこそ保険は入れないといけないということでございましてね。また保険も、ただ安いだけじゃなくて、きちんとやっぱり面倒見のいいところを選んでかけるのが、やっぱり非常に何かあった時には力になってくれるんでね。まあそこのところ、ちょっとね、2000円とか3000円ぐらい高いんだったら、まだね、馴染みのところを使った方がいいんじゃないかというふうに私は思っています。そうです、ラプテンさん。米軍も保険加入率 100%。これ、沖縄側が問題にしたんです。ね、米軍の保険入ってない車でどうたらこうたらって散々に文句言って、それで米軍の方はもう 100% 加入。基地の中に入るときにもね、まあ、入るときだけだったらまだしも、基地の中で働いたりね、出入りのパスもらうときには、任意保険は、これはもう必須になります。まあ、しかしね、一般車両 54% しか入っていないっていうことは、約半分近くが無保険者ということでございまして、まあ、私もね、タクシー会社経営してるときに、確か、19歳ぐらいの若者にね、車ぶつけられました。タクシーがね。そして、無保険だったんですよね。で、そのね、方の家に行ったらですね、親父が出てきて、俺たちは払う金はねえ、どうしてもって言うんだったら俺の命を持ってけって言ってからね、酔っ払って凄んできたんですよ。いやー、参りましたね。命なんて一銭にもならないですから。ね、結局、泣き寝入り。沖縄そういった話が非常に多いです。かといって、ね、かといって、任意保険にね、車両保険入れるとすごい値段上がりますし、それ使っちゃうと今度自分の保険料率上がりますし、本当に痛い。はい、チラチラ作戦さん。沖縄で自家用車通勤する場合、対人対物無制限の保険加入を義務付けている企業が多いはずなのにと、そうですね、ちょっとした、まともな企業だったらそれチェックされます。はい、チェックします。最近は派遣会社でもそれチェックしています。っていうことは、半分入ってない。いやー、これって一体どうなってるんだろうなんて思うんですけど、まあ、飲酒運転の多さ、そして無保険の多さ、これってもうね、所得云々より、やっぱり意識の問題なんだろうなぁなんてね、思っております。そういったところもやはりね、基地問題ばっかりに関心がね、いって、本当のやはり社会問題に関心が向かない。そして常に、反基地でね、起こるような状況に、ね、なっている、まあ、沖縄県民、まさにマスコミによる愚民化の弊害が、こういったところにも現れていると私は見ております。はい、ということで、本日のボギーチャンネル、まあ、これにて終了させていただきます。皆様、沖縄に来た時には、ね、レンタカーは保険入ってるから大丈夫ですけど、将来沖縄に住もうっていう時には必ず保険は入っていただきたいと思っております。では、明日同じ時間にまたお会いしましょう。本日もありがとうございました。